ドラマク、俺のドラマクを盗みやがったな。フリーでの勝ち方のコツ。これは私も勝ってないし、コツを言うほどフリー行ってないしな。そんなに麻雀したいから麻雀フリーで打つっていう発想じゃないので。まあ、ちょっと、勝ちを最優先にするんだったら裏ドラと赤とツモにしまくってチップ麻雀するっていう。アイマン上がるくらいだったら、ツモのみを2、3発上がった方がでかいっていう。あんまりこう、チー、チー、ポン、クイタン。はい、1000点、500、300。そういう麻雀の方が、勝つ負けるだけを最優先すると、プラスになると思います。私みたいに面前で手をきっちり作って、よっしゃ、完成したリーチ、ジュンちゃんさん式だなんていう麻雀は、楽しいからいいんですけど、ロン、バイマンなんて言ったところで、大してプラスなんないんで。まあ、ただ、雀荘つっても、全部の雀荘がルールも違うし、私がたまたま行った雀荘のルールいくつかと、今から行こうと思っているそっちの雀荘では全く違うんで、アドバイスも何もできないですね。まあ、ちょっと私が勝手に言わせてもらうんであれば、相手が一応人間なんで、他3人が人間なんで、仲間じゃないんですけど、他3人は仲間でも友達でもないし、今後二度と会わないとしても、他3人がちょっと不愉快に思う打ち方はしない方がいいっていう、ちょっと日本人的な発想で、別に、そう思う思わないはいいんですけど、そういう言い方を私はよく言います。自分の勝ちより、卓のみんなの、なんだろう、気持ちいいみたいに。気持ちいい麻雀を打つことが最優先で、自分の勝ち負けはちょっと二の次的な考えなもんで、あんまり、どうやったら勝てますかっていう、視点では私はないので、あんまり。ゲームセンター行く感覚なんで。ゲーセン行くのに、プラスで帰ってこようと思わないと思うんで。ゲーセン行くんで。ただ、中には、これで飯食ってんだ的な。今日の日銭、今日のご飯がこれが勝つか負けるかで決まるぐらいの人も、まあ、いるかもしれないです。相手の素性ってわかんないんで。ので、そういう人からすると、この場は遊びじゃねえんだ、遊びじゃねえよと。何でもありと。もう極端な話、悪いことでもイカサマでもしてくる。それでも、こっちは日銭かかってんだと。もう食うか食われるかの世界なんだみたいな発想の人もまあ、いるかもしんないんで、会ったことは一回もないですけど、いろんな人がいるっていう、くらいは一応思っているんで。まあ、たとえいたとしても、ああ、想定ない想定ないと。ちょっと会ったことは一回もないですけど。久しぶりに起きてたから来ましたよ、と。まあ、気軽に見て、いろいろ、ダラダラしてもらえるだけで、嬉しいです。頑張ってください、と。頑張ってください。ベタ折りって意外と難しい。そうですね、最初はもし、まだ覚えたてです、と。点数計算もわかんないし、ただルールと役はちょっとわかってきたわ、と。いう場合はもう、振り込んでいいんで全部突っ張ると。全部突っ張って、とりあえず1000回ぐらいローンを食らってみると。そういう発想もいいかもしれないですね。とりあえずローンを、1000回ぐらいローン食らってからそれから考えるぐらい。なので、ローンを1000回食らうためには、降りてちゃ食らえないんで。もう全突破して、全突破しまくってて、500回ぐらいローン食らってると。ちょっとそろそろローン食らいたくねえなと。そろそろローンちょっと返してみようかなぐらい思うかもしれないんで、まあそれから考えてもいいかもしれないですね。
で、考えたところで、麻雀歴50年の人が、相手の捨て牌を3時間見て、考えたところで待ちって分かんないんで。せめて、ピンズ待ちですぐらい。ピンズの1から9のどれかです。または、両面待ちですぐらい教えてもらうと、ちょっと考えれば、候補、何候補か出せれますけど、短期待ち、カンチャン、ペンチャンも含まれると、シャンポンも含まれると、結局断定できないんで。お見手が倍満になる瞬間、まあまあ。さっきも一回、そんな場面あります。こんばんはいらっしゃい、オス、オラゴク。ちょっとビールを一本飲むついでに、麻雀をやってるような、そんなライブです。この手は染めたいな。もう山々なんですけど、ちょっと。他の牌が、ソーズの並びがあんまり良くないのと、他の牌が、真ん中によってくっついてるんで。一応これ使いづらいだろうっていうので残してみたんだけど、切ろうか。今日めっちゃ喋るねと。いや、まあ日によってですね。別にお酒を飲んだから喋るっていうわけではないです。あんまり卓の上を見てなくてコメントを読んでるから喋ってるんです。卓をずっと見て基本対局中はコメントをあんまり読まないようなやり方をすると、結構真剣にがっつりこう卓の上を見て、左はな、ソーズだなとか。考え始めるとなかなかこう平行って難しいので、あーちょっと詰まったね。リーチかかるとちょっと卓の上に意識を持ってかれますね。ロン3万。リーチ一通。チューンを持ってきたところで降りたんで。まあ、一応あれ、それは当たりかな。どうした人が振り転していないかとかいろいろ確認する。まあ、ロンした人がリーチかけてると一発でわかりますよね。ダマテンでいきなりロンって言われるとちょっと、あ、でも見る癖がついてるな。相手がリーチしてると確実に気づきますね。相手がロンする前にこっちも捨て牌何度も何度も見てるんで。ダマでいきなりロン1万2000って言われてすぐ牌崩されると気づけないですね。ロン1万2000ガチャなんて崩されるとちょっと確認する時間がないので。コメントが辛辣。え、なんか辛辣なコメント言ったか？じゃん、ん？一つも言ってない気はしますけど、一応、気をつけてはいるんで。あ、さっきのあれかな。一緒に打つ自分の勝ちより相手三人のことを、まあ一応考える的な。いや、でも、辛辣でもないしな。なんだろう。まあ。
ザクオツです。チートイはさっきの手はチューンを持ってきて、なんかチューン短期でダマなのダマかなと。止めたいのにチートイ手が、若干こうボーラスで点数縛りがあるとき以外は、私がチート行くときはもうなんかちょっとため息つきながら行ってる感はあるんですよね。いや行きたくないんだけども、それ以外見えないでしょ的な。そうですね、高校生だとジャンスはダメですね。リーチドライチ、第3ゲーム狙いたかったけど、まあそうそう脈拝がそうそう切れちゃう。ここは赤ウがまだ残ってますね。赤ウ残ってるんで、お泣きが2人いるんでリーチじゃ。これ左はもう赤ウも切ってくんじゃないか。やめてくれ。何が赤ウ切ってくるだよ。ロン食らってるじゃん。しかも赤ウ使われてるし。ご丁寧にリーボーだけプレゼント。先のみんなも高校生。そうですね。先は知らないとは言ってますけど。じゃあ全く知らないのかって言ったらそうでもないんで、一応高校生の部活みたいな感じでしたね。麻雀打てる友達がいるかいないかは、これはちょっと私うんって言ってますけど、なんか学生ですとか、学生です。または職場で、寮、なんか職場の、その仕事の寮に住んでいて、もう、年がら年中先輩がいたり、同僚がいたりする。そんな場であれば、ここ、1ヶ月2ヶ月で、みんなコロコロ変わんないんで、まあ、決まったメンツ、しかも生活リズムがみんな一緒。そういうパターンだと、結構毎日打てたり、または週に1回打つたりっていう、こう、安定感ありますけど、全く職業も生活も、生活リズムも、住んでる住所も全然違う人が4人偶然集まるって、これ結構難しいことなんで、なかなか疎遠になるのはしょうがないですね。なので、もう、そういう環境、いや、もう普通に持ってるよ、という人は、すごい羨ましいし、シャーシャー、まあ運がいいっていう。リーチ、あー、フルボッコです。あがき銀行の残り預金が減っていきます。ただ給料日来たよ。あがき銀行の給料日がようやく来ました。ちょっとここはダブトン一泣きしても連チャンしない限り点数増えないんで、トンから泣いて、あとはもう全部泣いて、上がりへ一直線。トン。ニック。2900。偶然重なりました、みたいなことがあるんで、
そのあと、うわ、とどめ刺しに来やがった。そんなに憎いのか。40メリーチなんてそんな、チャンスを握りつぶすようなリーチ。リーチのみ、まあ、トップ目の本当は闇ピンフとか V タンとかしたかったんだけど、まあ、リーチしないと役がないのでリーチフルボッコです。残り730円。コクシーいいシャンテンだった。うーん、学生向けの天狗の雀荘結構繁盛してた。学生が、学生向けは安いですからね。一半ちゃん150円とか200円とか。多分、学生だと、お店からすると学生って、まあ、ちょっと授業サボって長居をする、友達を連れてくる、あとはセットとかで、こう、大学生同士でこう人集めて、ワンサカ来てくれる的な、なんかお店側のちゃんと、儲けにつながるから安くしてるっていうのはあると思うんですけど、それで元取れんのっていうぐらい学生は安いですね。だいたい大人の半額です。心臓に負担をかけないように思うと別に貯めてもらって結構ですね、私は。お、貯めてきやがったっていう。ちょっとそれが面白いね。え、どうなんどうなんの、え、ロンすんのロンすんのロン、うわ、ロンかいみたいな。やっぱロンすんかい。それが面白いんで別に。応答はしない。麻雀はお金の掛け事っていうことで、違反で、まあ、摘発されると。実際されてますし、まあ、今後、今ちょっとタバコうるさい、お酒うるさい、あらゆることがちょっとうるさくなってるんで、ちょっと待って、マンズに染めていいのか。各本一といとい。オン。マンズ。あんずに染めてんだったら自敗の1枚目切らないんですけど、まあ最初の1枚目ぐらい様子見で。ちょっと今手出しでアンマン出てきたんで、112から2切っ、あーやられたやられた、ちょっと上マンズじゃなかったです。手の中から三蔵出てきました。考えすぎ。麻雀は考えないで、適当に突っ張ってた方が結果いい方向に行くっていうのはあります。警察が来たらみんなお金払って帰る。賭け麻雀 OK って。一応雀荘行くと強制的に賭け麻雀やってますけど、あれ、お店側からすると、タッチしてないんですよね。まあ、ずるいんですけど、お店側ってお客さんがお金をかけてるなんて知りませんでしたっていうスタンスなんですね、あれ。例えば皆さんが雀荘行きますと。皆さんが本当はノーレートで打ちたいんですと。皆さんは別に賭けがしたくて行ってるわけじゃない。ただ、その卓はみんな天狗でやってるんで、で、お店もまあ天狗って言うんで、まあ従うしかない。じゃあ、本当はノーレートがいいんですけど、まあ天狗の店来ちゃったんで、そっちに合わせます。卓に座ります。この時点で、お店からすると、うちはお金の かけはやってませんっていうスタンスなんですよね。ただ、たまたまあなたの近くに座った3人が、
戦後のレートでやっていて、あなたが同意したっていう。私たちが強制させたわけじゃない。なので、警察が来た時に、この店は賭けやってんのかと、言った時に、一応、うちはやってませんと。ただ、そこに座ってる人たちがみんな、お互いに同意をして、天狗でやってんですっていう。なので、ちょっと理不尽なんですよね。まあ、お店からすると、やってますって口外しちゃってまずいんで、そりゃ、当然のスタンスだとは、わかりますけど、違う。いや、テンパイ取るわ。違う。あー、やっちまったー。ちょっと、ローキューマンチしてチューン短期、またはチューンが重なることを想定したんですが、ちょっとうまくいかな。これは、って言われそうですね。なんでチューン切んの、言われても確かにってなっちゃいます。自分でやっといてなんですけど。対面。95対5。いいね。そういう方を出したいね。あらゆる出来、ただ調査が必要だな。95対5。あーなんか失敗ですね。1500。のためにドラを泣かせて、こんなあんまり良くない、ずんだのみの街になってしまった。すいませんです。ドラ泣かせたんで。手元にある本だと、1球を切るより先に自敗を切れと。スピード重視したいなら、1球より先に自敗を切れた。ってことは、1、2のペンちゃんとか、1、3のカンちゃんとか、敗効率は当然、数敗の方が高いわけで。敗効率って言われると確かにそれはわかりますね。絶対高いです。トンくっついても、シャークくっついても意味ないです。ハクとハツはターツにならないです。E ピンとリャンピンはターツになります。それは分かった上での、まあ、好き嫌いなんで、ジャンキーは見たことあります。ジャンキーは見てます。トンプーのガラクタリーチが有効なルールに慣れしている。トンプー戦のガラクタリーチが有効なルール慣れしている。まあ、テンパったらどんな手でもいいと。リーチしたもん勝ちだってやつですね。そうですね。まあ、1球より先に自敗切れとは言うんですけど、なんだかんだで、いかにデジタル言われてる人も、完全に電卓だけでやってるかったらそうでもなくて、やっぱ自分の過去の経験上、そっちの方が有利になるから、そう言ってるだけで、最高率高い方を常に選択してるわけじゃないと思います。ただ自分がそういう麻雀が好きとか、だと思いますが、本人に聞かないとわかんないです。デジタルなんて一言で言っても、デジタルとデジタルでも、デジタル打ち手とデジタル打ち手も、デジタルとデジタルの人もやっぱ違うんで。俺はデジタルだっていう自負ありますけど、オタクのデジタルは理解できないわってなるのが、まあ、当たり前にありそうだし。上手い人の動画見てると自敗残し。ああ、そうなんですか。私も自敗残したいタイプですね。なんかもう、メンツを作んであれば、こことここで作りたいみたいな。もう、ちょっと勝手な、もう、ハイパイの時点で、こういう手を作りたいみたいなことよく言うと思うんですけど、まあそれが描けないときはもう手なりで打ったりはしますけど、毎回描いてるとかではないですけど、学生は将来の顧客、あ、そういう見方もあんのか。なるほどね。学生は就職して、まあ職場が変わんなければまたそこに来てくれる
だから、まあ、宣伝も兼ねて、学生ってことはどっかの大学に所属してるんで、まあ、友達連れてくる、そういう打算もあって、安くしてると。なるほど、将来の顧客っていう考え方もある。女性もいいんですね。まあ、いますね。ただ、やっぱ明らかに男性の方が圧倒的に多い上での女性が、ああ、少しは 5% じゃなくて 10% いるとか、お、ここは女性多いぞ、15% いるぞとか、そういうレベルです。一択を通。あれ、コメントどこまで読んだの？ちょっと、なんかコメントちょっとかなり昔のコメント読んでるんで、チャンスを経営者、お金かけてるなんて知りませんでした。まあそういうしかないですよね。経営者ってお客さんじゃないので、守られてないので、消費者じゃないんで、そもそも。なので、ああ、まあうちがちょっと確かにかけさせてましたって言った時点で賭博法ってなっちゃうんで、いや、知らなかったですと。お客さんが勝手にやってるんで、ちょっと、やっぱお客、客商売なんでこっちも止めれないですよ、と。ただ、じゃあ、お店入って。なので、お店によく、ここってレートありますかってお店に聞いても、あ、うちはレートありますよっていう言い方はしないんですよね。なんかうまく濁して、まあ、一応欠けてることは内緒で、的な。やん、うん、そう。ドラチーピンなんで、普通にここは熱く使って。246の両関係で、3待ちにするのか5待ちにするのかどっちかなと。むずいですね。残り枚数プラス赤ありなら確かに5なんですけど、3を待ちにすれば引っ掛けリーチになるし、A ルール。ああ、ちょっと私は連盟の A ルールとか B ルールとか C ルールとか、なんとかっていう団体のなんとかっていうルールってそこまでは、私は理解してないので、このルールだとこの方がいいとか悪いとか、